文金、まさか後に落ち延びたお前と手を組むことになろうとはな。芝生に尻尾を振るのが耐えられなかったか。敵はしばし、せいぜいお互い利用し合おうじゃない。諸葛丹様、こちらを。これは帝からの。我が道定められていたか。我が最地のすべてをかけ、芝生を討ち、義を救う。諸葛丹が文金と接触しました。それで、さらに帝が諸葛丹に密書。もういい。行け。はっ。打つべきものらがまとまったか。手間が省けたな。カジ、何か分かったのか。諸葛丹、お前は一体。いや、今は反乱を収めるぞ。橋を落とせ。敵を分断すれば正気を引き寄せられる。足を落とされたか。回り込んで進むしかないな。来た。よし、作戦を開始せよ。シュイドロ、了解した。いや、ここで義軍を撃ち滅ぼすぞ。ほら、やった。敵が2カ所から攻撃をした。こちらも味方を二手に分けるしかあるまい。俺と正体は崖上からの火矢を止める。果汁と元気はこのまま伏兵と戦ってくれ。なかなかやるな。ここはひとまず引こう。伝令、別動隊が崖下の敵伏兵を一掃した模様。それ言っとくか。この先も崖上からの罠があるぞ。やった。このまま分かれて進み、熱動隊を援護するぞ。崖下の奴らには感謝してほしいです。私たちの方がずっと面倒な使命。それ言っとくか。ほら、やった。ちっ、やっぱり罠を用意していたか。奴を撃って投石を止めるぞ。投石は止められたな。先を急ぐぞ。まだ何かあるはずだ。今度は投石機か。次から次へ。ご苦労なこった。遠霊、別動隊が敵の土砲で足止めされている模様。投石機の出番だな。崖下の土砲を壊してやるとするか。かい。どこで読み違った。さすがにまずいな。ダメだ、どうしようもねえ。それ一つか。ほら、やった。
上げなければ。師匠殿、やればできるというのに。戦は知略でするものだ。おい、知るがよい。おい、素晴らしいご活躍。よし、これで合流できた。そっちは無事だったか。こちらは問題ない。行くぞ。尊神様、奴らは強敵です。用意した罠をことごとく。奴らに負け、のこのこと戻ってきたか。貴様のような役立たずは今後の恥を。周囲殿が尊鎮様に斬られただって。俺たちも同じ目に遭うな。真っ暗だ。いいんじゃないですか。俺たちは尊鎮の元から離反した。何でもするからそちらに合流させてくれ。こいつらを使えば敵を崩せるかもしれん。共に残りの五将の元へ行くぞ。そうすれば奴らもこちらに寝返るだろう。離反がこれ以上起こってはかなわん。残りの将に国を刺さねばならんな。孫子に使者を出していろ。余計な邪魔をされる前に撃っておけ。こちらに下れ。そうだな、俺は生き延びる道を選びたい。そちらに帰順させてくれないだろうか。我らがここを開門いたします。どうぞ中へお進みください。師匠、まあ、いつもその調子でやれる。城内への侵入を許すと役立たずどもめ。諸葛丹などに力を貸してこのざまよ。二度と奴には協力せんぞ。諸葛丹様、北方に援軍が現れました。おそらくあの方からの増援だと思われます。私ごときを気にかけてくださったのか。今すぐ門を開け、中へ入っていただかねば。この犬野郎、何を勝手なことを。誰からかもわかんねえ援軍を入れられるか。私のみならずあの方まで侮辱するとは。この下道め、粛清してやる。従う理由はあるまい。
はい、兄上。我らは義に下りましょう。文金殿が斬られたぞ。しかもやったのは諸葛さんだ。城内で揉め事が起きたと報告が入りました。諸葛丹が文金を斬ったとのことです。このまま簡単にやられるわけにはいかない。兵器を起動させよ。ソンゴにも意外としぶといやつがいるな。諸葛丹もやりようがあっただろう。私の知略が破れようと。大将討ち取ったぜ。今は俺の手で止めてやる。待ってろ諸葛丹。師匠殿、やればできると。これ言っとくか。私には体力がある。貴様らを粛清するのが我が使命なのだ。諸葛丹、あなたと共に歩む道など私にはない。そうか陛下、我が力及ばず。陛下、果樹、何か知ってるな。バカがバカをそそのかした。ただそれだけのことだ。帝とてことを公にはできまい。おかげで後の憂いを早く詰めた。そうかよ俺は何も知らず。手厚く葬ってやれ。